こんにちは。この、後ろで何かやってる光景は、私の動画ではちょいちょい出てくる、強化学習の様子ですね。めちゃくちゃ昔、法規バランスを学習させたことがあるんですが、その時から思ってました。皿回しもできるかなぁ、と。ちなみに皿回しとは、棒状のものの先端で皿や茶碗を回転させる技術や芸のことです。ということでこいつに皿回しを覚えさせたいと思います。目元は固定しておき、腕の部分の動かし方を学習します。お皿には縁をつけておき、棒の動きが確認できるように半透明にしておきましょう。学習開始。外側にある半透明の壁にぶつかったらやり直しです。その際、AI は罰としてマイナスの数値をもらいます。そして、お皿が真上を向けば向くほど、報酬としてプラスの数値がもらえます。これによって AI を搭載した腕は、お皿が落ちないように、さらに真上に向くようにお皿を回転しながらバランスを取るはずですね。そう考えました。学習するときは、知見を共有して効率化を図るために複数用意して行います。今は等倍速で見ていますが、実際は数十倍速で学習は進めます。そして学習した結果がこちらです。どうぞ。はい、皆さんすぐにお皿を避けるようになってしまいました。きっと、自分で支えるよりも、お皿に触れずに落とした方がお皿が真上を向く時間が長いので、そうやって報酬をたくさんもらうように学習したんだと思います。そこで、真上を向いている時にもらえる報酬を減らしてみました。そうすれば、より長い時間支えていないと、報酬が増えなくなるからです。耐えるようになった。でもこれは皿回しとは程遠い。なので次は、人工知能が、状況を判断して、次に、どのような行動をするのか決定する頻度を約2倍に増やしました。これでもっと、柔軟な動きが可能になるはずです。これが学習後。少しお皿を回し始めました。お皿を回せば、上を向いてくることに気づいたのでしょうか。面白い。でも皆さんは、大道芸でこれを見せられて、すごいと思いますか？いや思わないでしょう。次の改善点を考えました。今の状態だと、お皿の中心位置がどこに行っても、壁に当たらなければペナルティはありません。本来安定して回転していれば、お皿の中心位置は一定のはずです。なので、お皿があるべき点をこちらで指定して、そこから離れるほど罰を大きくします。それと、外側の壁の底が下すぎて、お皿が落ちていく間も報酬を稼がれていたので、これも上に移動させます。そしてまた学習後。いいですねー。バランスを取ろうとしていますよ。私は、ようやく可能性を感じてきました。そして、腕の筋力設定や、報酬の微調整など、なんやかんやいろいろ調整して、さらに一晩中学習させて、その間私は、ポケモンで遊んでいました。すげえ、耐えてる、バランスを取って頑張ってるぞ、お前ら。ということでこれで、皿回し人工知能が完成。あれ？回してなくね？そうですね、皿を回転させるのが皿回しなのに、報酬にお皿の回転を考慮するのをすっかり忘れていました。誰も回していないので、お皿の各速度が速いほど報酬を与えやり直し。さあ、回せ。回したー。回してますよね。ありがとうございます。ランダムに落ちてきたお皿をキャッチして回すの、すごいですね。ということで今回出来上がった大道芸人がこちら。どうですか？これを大道芸でされたらさすがにびっくりしますよね。ちなみに、こんな芸も身につけました。
すごい、これが人工知能の力です。思ってもなかった。挙動を提出してきますね。強化学習、とても面白いですよね。今日も見てくれてありがとうございました。